初めてここ来ました。なんか車では何回か通ってすごい良そうだなと思ってたんですけども、全然来てなかった。ホノモン頼んだのはカツサンドを頼みました。とんかつサンド大量のウェッティもらいました。すごいね。なんか今ライジンっていう飲み物とコラボしてるらしくって、前のオムレツ表サンドを頼みました。その表サンドとかかってます。表サンド何なんだテンション上げ上げ。こんにちは、ほのぼのでイエ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 イ。ほのぼの髪の毛切りたてなんですけれども、ほのぼの神宮前で髪の毛切ってもらって、今原宿にいるんですけど、原宿でめっちゃお買い物しちゃって、お洋服とか、あとほのぼのが前に行ってた古着屋さんに行って、ナイロンとほのぼの古着着回しコーデをね、これからお届けします。あとパピコがめっちゃ高い靴買ったみたいなんで、それも紹介します。パピコのお誕生日プレゼントらしい。自分で自分の全然過ぎちゃってんだけどね。全然自分で自分の買ってるんだ、うん、今回ナイロン、ほのぼの、パピコ含めてめっちゃハイブランド。私あんなにここにホッセって書いてある服初めて買った。なんならうち全部ドルン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 普通にうちが可愛いなと思った最近流行りの服分かった。あ、マジで。でも古着なんで、ということで今回は古着なのにハイブランドコーデになります。それではノエロンたちのハイブランドどうぞ。パンツせーの、今宵は100万年に一度太陽が沈むように切りました。出た。以前に他の動画でナイロン古着にハマってるっていうことを言ったんですけれども、その時にほのぼのがモンスターカフェの下のウィゴの下の古着屋に行ってコーデしてあげるやって言ったんで行ってまいりました。やっぱ古着可愛かったで、なんか今回、まあ、初めの方に送ったんですけれども、古着なんで、一応古着なんだけどめちゃめちゃハイブランド。古着だから値段が全然古着価格になってるからね、うちらでも買えるお値段になってたんだけれども、下北とかの古着屋さんってブランドとかもまあ一部あるけど、でもほぼブランドじゃないんですよ。でも今日行ったところはめちゃめちゃブランドのある、君のドルチアンドガッバーナのその洋服のせいだよ。そう、ドルガバの君のドルガバ、ドルガバ高いと思ったの、ドルガバだからね。でジャンバーだしめちゃめちゃ長くて、ほのちゃんがすごい似合いそうな感じだって。ジャンバーじゃない、コートコートコートめちゃめちゃいいのあるじゃんと思って値段見たらめっちゃ安かった。1万2000円中。そう、ドルガバにしてはそれが安いのか、うちは。ドルガバにしては古着としてもドルガバとしてもやっぱり安いと思う。めっちゃいいなと思ったんですけれども、ちょっとドルガバすぎたんで。で今回はですね、ナイロンの方はちょっと1着高かったんですけれども、ほのぼのも1着ハイブランを買ってました。もう1着は、まあ、先ほども言ったんですけど、まあ、このショートに似合うんじゃないかな。ストリート系が似合いそうじゃない、この髪型。うん、何でも似合うと思う。ありがとう、カムサムニーダーでですね、ハイブランドに一度紹介されて、パピコも一応ハイブランドっちゃハイブランドなオクトゥを買ったんですけれども、それが最も高かったです。一応それも古着ではない。でも中古屋さん、まあ中古屋さん、なんかずっとずっと欲しかった靴があるんで、このお話もまた後でします。で今回はですね、サムネにハイブランドの〇〇円って書いてあったと思うんですけど、お値段発表していきます。じゃあほのぼのさん、ジャブ程度にお願いします。ちなみに今日着てるのは千賀って書いてあるんですよ。チェンガー、ほいやー。これを逆から読むと、アニアスになる。そう、なんか、これ伊勢丹で買いました。もう嫌いだ。イセタン。私が、これはマミコの服なんですけど、私が配っちゃってます。イセタン。伊勢丹がどうじゃなくて、アニエスベイだっていうのがすごいこと。アニエスベイ。これさ、遠くから薄めで見たらさ、何かに似てるでしょ。そうでだ、そう、あれが流行った時期にやっぱね、おしゃれだからそれっぽいんだけれども、素晴らしいでございます。ストゥーシーみたいな。でもストゥーシーより多分全然金額はね、アニューズの方が高い。この服は一緒ぐらいかもしれないけど、全体的に見た時は全然こっちの方が高いんだけれども、今日ほのぼのあげてした服はアニエス比じゃないぐらい高いよ。だってノエの貴重性使ってんじゃん。それでほのぼのドルチェの方にするかガッパンナの方にするかすっごい迷ってたんでしょ。それドルチェ&ガッパンナ一緒のお店。ドルチがいいかな、ガッパンナがいいかなみたいな。
ハマってたの？誰だったっけ？アルコかピースみたいな名前の人たち。それもアルコ&ピースね。え？ね、待って今気づいたんだけど、ここ壊れてる。これさ、サンキューマンとかなんかで買ったアディダス風のやつだよね。え、壊れたんだけど。早速紹介しよう。早く紹介するんですけれども、今回ほのぼのの部位はですね、さっきドルチェかガッパーナか迷ったって言ったんですけど、実際はクリスチャンの方かディオールの方か迷ってますということで、こちらパーポーシコーン。すごいすごい、主張がすごい。こちらのお店です。はい、いや私も私もすごく悩んだの。ハイブランドすぎて古着でもちゃんと書いてあるから、なんかすごく恥ずかしいって思っちゃう。なんかもうさ、胸を張って歩くようなもんじゃん、高級ブランドの耳を取って歩くってことは。はい、ありがとう。だからすごく困ったんだけど、でも古着っていうことを主張して、福ちゃんの紹介して。今回ですね、クリスチャンかディオールか迷ってクリスチャンディオールにしました。これ私なんで売れてないんだろうなと思った時、私のために作られたサイズだったから。そうなの、これ思った以上にめちゃめちゃちっちゃくって、多分あそこの古着屋さん結構大人の方が多いから、子供、まあ、こういうやつが行くようなところなんですけれども、サイズ的にはちょっとこのようなサイズを着れる方はなかなかいないということで、多分ほのぼのために取っといてくれて、裏はあったかい仕様になってて、こちら見てください。メイドインイタリー。イタリーとは？イタリアだよ。これなんか裏起毛なのであったかいかな。待って、それでさ外ランニングしてほしい。めっちゃいい。なんかほのぼのさ二十歳ぐらいだったらさ、めっちゃさハイブランド身にまとって歩いてそう。だってさ、キャミでほら全然似合ってんじゃん。やばい、これで MCM のバッグ持ってる、マジでやばい。何か出てきた、やだ怖い。うちのこの髪型じゃん。あって、マジでいる。え、ねえ、それでさ表参道ランニングしてみたの。ろうよ、これさ、あれに似てない、チャイとチョコレートコーちゃんのさ。はーい、青い女の子覚えてやってそう。待って、ほのちゃんその子の髪型にめっちゃ似てる。え、めっちゃいいじゃん。ステップエンダステン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 テリン、ステップエンダステン。それ虹を踊らせてもピンとこないんだけど。ということで、ほのぼの買ったのはディオールでございます。値段気になるよね、これいくらしちゃうんだよ。発表します。ドロ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 。うち D って言ったらガッツリそっちじゃなくて、もう一つのこと DD だと思った。これモザイクかけなきゃいけないやつだった。あの TikTok 上がってるから大丈夫。ということで、クリスチャンダイナマイトの上着を買ったんですけど、3900円って普通の服よりも安くない？島村価格だよ。これもすごい店、本当にハイブランドいっぱいあって本当に安いんですよね。びっくりした。ドルチェ&ガッパーナもそうだし、ケンゾーとかもあって、であとののバレンシアガのセーターもめっちゃ可愛いなと思ったんですけど、それもめちゃめちゃ安かったの。8000円ぐらい。これに比べてたらもう全然もう高くなってしまうんだけれども。でほのぼの次、ローブランドのこちら、アジダース。後ろも、後ろアジダース。これなんで選んだかっていうとね、なんかさアジダスのさタグじゃないみたいじゃない？いつもこんなついてるのかな。だってこれアジダスじゃないもん。アジダスだわ。で古着なんでちょっとね、ちょっと黄ばみがあるかな。クリーニング出せばいい。でじゃあなんでこれ私選んだかっていうと、最近こういうねミシンの裏側みたいな、あ流行ってますよね。それ、はい、マミコが買ってました。ここにあるんで後で紹介します。買いました。あ、いいじゃん。でもさ、またえ、私そっちの方が好き。後ろ離れてみて。戻った。ダッサ。こまれちこまれ。でもさ、偽アディダスとさガチアディダスを組み合わせる力だよね。ちなみにこちらのアディダス1900円。安っ。島村価格すぎるんだわ。どう？あ、めっちゃ可愛い。いいじゃん、いいじゃん。エンダスト。それはちょっとわかるかもしれない。はい、ということでですね、ノエノンも買った服を紹介するんですけれども、ノエノンも当たり前ですけど生まれて初めてこのブランドに手を出しました。なんだ、さっき言って喋ったよ、そのこと。うん、大丈夫大丈夫。なんかこのブランドっぽくないっちゃっぽくないの。偽物っぽかった。本物なんだけどスウェットなのよ。なんかスウェットっていうイメージのブランドじゃないんだけど、紹介します。こちら皆さん驚くと思います。